月の川公園いいですね。月の川公園見つからなかったらもう終わりやで、このゲーム。騎士見つからなかったらもう引き分け以上でしょう。かっこ調光師が40秒チェイスで、妻子が40秒で死ぬとは思えないから。あ、最高な場所だ。最高じゃないかこれ。最高やろこれ。ちなみに見捨てですよ、これは完全に見捨てです。騎士の立ち見せるわ、今もう見せてるけど、調光師終われてないから、調光師終わるまで解読しちゃダメだよ。で、傭兵も終われてないからね。人形倒されまして、列車行くぜ。列車リッパーはずっとこっち探してんだよね。そう、調光師が終われてないし、調光師は要するに新規 59% まで騎士がねチェイスしたってことですよ。これは分かる、みんな意味分かる。されてはないですね、しゃなし。始発に暗号機残そう大作戦。あ、リッパーが？ほら、追えないじゃん、ほら。騎士追えないんすよ。どう？どう？注射器来い！しょっけー。傭兵が追われるとは思いませんでした。はい、こんなに早くね。はい、しょうがないです。これはもうイレギュラーですよ。このマップで始発で妻子がそのスピードで死ぬのはイレギュラーで、ちょっと騎士ちゃんのイモイモでね、まあ立ち回りをね戻したんですけれども、うん、防体遺産。いい爪です。これ騎士の立ち回りですね。この傭兵がなんでこんな早くどん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 死んでいくか、もう俺はもうどうしようもないです。すみません、そこは本当にもう俺はどうしようもないんですよ。もうで、調光師がどこに行ったか分かんないんだよね俺。調光師どこに飛んだんかな、こん中かな。多分遺産攻撃に倒れるね、そうしたらね。うん、
あの普通にやれば引き分けは結構楽に取れる。傭兵追われたら死ぬ、救助してあげて結構距離あるのにもすぐ死ぬ、祭司が開幕十何秒で死ぬ、そのこういう不運がね起こらない限り大丈夫です、はい、普通じゃない人いる、調香師以外は普通じゃないね。で結局遺産号機で倒れますね、不運が重なったね。セカンドチェス傭兵が20秒ぐらいでダウンするとは思わないやん。だってこういうことこういうことこういうことなんですよ。そう、この人はもうこういうまあプレイのスキルなんですよ。もうはい、これはもうどうしようもないです。今回は俺の運がないっていうですね、はい、救助も詰めれない、チェイスもできない。ついで救助して点稼ぎましょう。これはえぐいね。でも義士の立ち回りはもうこれで完璧ですね。これはもう義士の立ち回りとしか言いようがない。で解読パーセンテージで言う人いるけど、祭司の10秒チェイスで、まあ、しょうがないっすよ。うん。しょうがないっす。はい。